ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。さあそしてどうも皆さんご存知まあこれやりすぎですよね。やんでやらないんですか。早いよ挫折が、はい、やるなやるまあまあ尺取るなと思っておい尺取るなおい久々に紹介を諦めたし見ましたなんいやもう本当にたあの爆裂級ですっていいと思いますよ、ね、爆裂級ですそんなこと違うそういうことじゃないですあの爆裂級というピン芸人をしております、そうそうそう、坂道司と言いますねしょうがないですよ今、はい、まだ2年目ですもんね芸歴ね、25年目やりすぎだよやりすぎ四半世紀、ね、25年、はい、4分の1世紀僕の先輩ですから、はい、25年やって挨拶やめますまあ普通の挨拶でいいと思います。わかりました。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかあれですか。なんか飯田さんなんか俺坂見さんさ、はいはいはい、ツイートが面白くて。ああ、すみません。ありがとうこれはちょっと流行るんじゃないかと思って。はい、ああ。ちょっとそれなんでしょう。なんかちょっとしたね小言じゃないけどなんか気づきというか、はい、なんか。ああ言われてみたらそうだなっていうのがあるのいくつか、はいはい、だからそれちょっと言おう。このもっと俺現状で振りがすごい分かんないから一番ダメな、一番ダメな振りよ、はい、ダメな振りなんだけど、はい、大丈夫です。挨拶途中でやめる方がダメですね、ダメ同士で喧嘩しちゃってますよ。取っ組み合いの喧嘩してますからね今。ちっちゃい、ちっちゃいところ挨拶途中あのつぶやけなんなんですか。いや飯田さんがおっしゃってるのがお米のね、はい、米を豪で売ってほしいと、はい、お米って5キロ10キロとかって言ってキロで売ってますけど、うん、もう買った瞬間その重さの概念に関してはもう米全く登場しないわけですよ、うんね、だってあの1合のやつでシャカシャカすくって入れて、うん、で何合分のお水を入れて、うん、それで食べるじゃないですか。わかる。いやもうだからそれやったら、合で売ってくれれば、まあ、1日1合3だいたい1日3計算できますね、ごめんなさい1日3食3合で、うん、1ヶ月、まあ、100合1升10升か、うん、あれば足りるなとかっていうのが分かるのに、もう10キロで売られたらあとどんだけ持つんかとかも全然分からないんですよ。82号とかで売ってほしいってことですね。そう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 、90号、せめて多分10キロ、はい、25号とかとかなんかそういう書き方を、確かにこれ表記を不親切って売ると、はい、この時気づいて言われてみたらそうだなと思って、なんか何キロ以上乗せたらダメですよっていう台に乗せる時ぐらいしか役立たないわけなんですよ、うん、そのキログラムは。確かにね、だから10キロは10キロでいいですけど、10キロかっこ何号みたいな、うん、なんでこれをやらないかは不思議なんですよね。これはなんかそういえばもう正せばいいのにっていう、うん、やっぱこれいいですこれもう、あとは村田亮太選手ね、いわゆるボクサー、プロボクサーのね、がポスターになってて、で、熱中症ノックアウトって書いてて、で、まあ、水を飲みましょうとか、クーラーつけましょうとか、なんか書いてるんですけど、その方法では、熱中症を倒すことはできないじゃないですか。守ってるわけやから自分が。なるほどね。熱中症からシャッキングとか、熱中症からスリッピングアウェイみたいなのを。でしょ力を逃がすなんか避け方があったりとかって書いてるんやったら分かるけ ど、 なるほど、ね、全然やっつけようとしてないのに守ろうとしてる。そうそう、元々 の、 そのスポーツとその概念を全く理解せずにポスター作ってもうとるんですよ、ね、あの石川遼選手がなんかバンカーでバンカーショットみたいなのしてて、重機にフルスイングって書いてるんですけど、いやもうドンキ使ってええんかいな。まずゴルフクラブ、ゴルフクラブでね、もうドンキと重機似てる感じやから、もうドンキのこと言ってるのか重機のこと言ってるのか分からへんし、バンカーショットやからフルスイングしてるわけないし、今何個そういうのあるんすか無限にありますよ、もうなんかこんなんばっかり。己のラジオ続きはね、ほんまやね、ほんまや。でも面白いですよね、なんかこういうのをよく結構気づきますもんね、なんかイライラしちゃうので、そういうところをなんか井田さん面白いねって言っていただいて、そうそう、そういうところ、はい、黙っててくださいそんなことはい、そうそうそう、お願いします、はい、お願いしますね、大阪府は30代後半女性クリちゃんさん、ありがとうございます。私は毎回都合のいい女になり、あー嫌ですねこれ、相手が他の女の子と結婚して捨てられてしまいます。19歳25歳38歳今までに3回も二股をされました。それも全員結婚したことを私に言わず、私が怪しいなと思って SNS を見て結婚したことを知るという感じです。突き詰めると謝ってくれますが、中には再度関係を求めてくるようなどうしようもない男も。そんな扱いばかり受けてしまう私ですが、この先結婚することはできますか。でもこれ見るのが良くないと思う俺は SNS を。
SNS 見ててそこまででも気づかへんかったってことでしょ。ああまあだから急に結婚したってなったってこと。だから確認をしに行くんじゃないですか。ああなるほど、ああそっか、怪しいなと思って、ってことか、見に行かないわ、行って。でも傷つくよ、元彼、元カノの SNS は見ちゃダメだったよ。何がって絶対に。何横幕そうなんでしょ。いやまあでもなんかお前浮気の願望なん浮気の願望ないですけど浮気の願望でもないですけど、でもなんかそういうのってね、人の幸せをなんと自分の幸せ比べ始めたらもう切りないじゃないですか。まあね、あの芸人さんは二十何歳の時にこの冠番組持ってたとか、なんかそこを比べ始めたらね、ないから、だからもう絶対見ちゃいけないと思いますけどね、僕は。まあまあ見ないのはいいんだけど、はい、でも亀井さんあります、騙されたとか。僕あります。ええー、一番最初に付き合った彼女が東京出てきてから、はい、たまたというか、まあ別にできて別れた。そうですそうです、そうです。まあ結構女の人って、はい、まあ、これ、まあ、これ女性ですけど相談は、女の人ってめちゃくちゃ浮気してるからね。ああ男性よりしてる。ただ要はこれ浮気じゃない、浮気って言葉だとすごいしてるよね、保険だから。それずるくない。保険っていう言い方はダメだよ、それはずるいよ。あなたがそんな態度だから私は一回他で試して保険入った、行ける場所があると。安全地帯見つけたんでさようなら。本当ですかそれ。めちゃくちゃ多いよ。それはでも飯田さんがその一緒にこう今まで付き合ってた人とかじゃなくて。違う、そのもう女の人は、でもいいよ、でもこれ言うたら、はい、あれよ、もう傷つきたくないから。あ、ずるい。それこっちが何も言えなくなるやつ、ずるい。それずるいよ、傷つきたくないから。傷つきたくないの、女は。あ、もうやだ。女はあなたに捨てられて傷つきたくない。だから私のことを大事にしてくれる人の保険を探してる。これは浮気じゃありません。あなたが私を傷つけようとしたからです。これが女の人の浮気論だけど。やっぱりね、男には全然入ってこないんですね。急に飯田さんがやっぱ女性に見えてきたもんな。いやもうこれこの話をたくさん聞いてんだけど、はい、俺それ浮気でしょと思うけど、うん、浮気じゃないの、ね、浮気じゃないの、本気だもんこっち。それはずるいよ。でもじゃあこっちはっきりしてよ、そんなんだったら保険とかじゃなくても あなたがそんな態度です。あ、ずるい。あなたがそんな態度ずるいじゃん、それもうどうやってもこっちダメじゃん、敗北じゃん。いやもうでもそうですよね、もうされたら終わりでしょう。ただ一回保険に行ってみたらちょっとここあんまだなみたいななると、あのもうなんとかしよう。あ、もう一回こっちの提供してくれて、うん、私が悪かったです。ずるいよ、ずるいよ。傷つかないです、ね、私は傷つかないです、結構大丈夫でした。ゲタコずるいよ。いやマジで女性の結婚する前とか、この相談もたくさん聞いてるから、ずるいと思わない。だから傷つきたくないんだなと思えば。でも どうですかこの先。この方占いますけど、はい、一個やこの方すごく真面目なの、はい、言われたことをちゃんと真に受けるっていう部分すごくいい人なの、はい、お、いいじゃない。おだから面白くない、ね、あいやそれずるくない、うん、し多分その浮気されました、二股されましたって同じパターンにはまってるとすると、はい、この人がそうさせてるから、なんかつまんないな、うん、し、あとヘリクツも言うから、うん、だからなんかいいことだけどちょっと合わないなっていうところが独特な空気持ってるので、うんうん、でまあ真に受けてしまうから適当に言ってても、うん、あそうなんですね、そうですよね、気づかないですよね、それはね、そうそうそう、だから面白くないな、他行ってもいいかなってなっちゃうんで、自分が作ってるから、まあ、自分が変わろうとしないと、うんうん、ちょっとでもその前の例えばもう年経っちゃってますけど、前の彼と同じの雰囲気あった瞬間にもうブチ切れるとか全然そんなことしない。どういうこと、いきなりブチ切れる、いきなりブチ切れるとか、例えば前の彼がそのご飯用意するでしょ、俺食べたくないとか時に、あいいごめん私ちょっと作り直すねみたいな、ごめん間違えたみたいな、じゃあなんかお肉すぐ焼くねみたいな、あそんなのやだ、カレーでいいと思ってことみたいなのガマス飲み込む子なのに、あら優しい、そういい食べるよ俺だったら、食べるでしょ、うん、お前じゃないから。確かに目の前にあるもん何でも食う男じゃないですからね相手。食べるよ、何食べてもうまいって捨てないね、こいつ本当におにぎりさえあればみたいな、ほんと1万ぐらいするうなぎ食べさせてうめえうめえ食べたら、名古屋で、ね、その後中野行ったら100円の串食べてうめえうめえってうまかったんですよ本当に。まあまあまあ二度と豚串ね、豚串120円の豚串高いの。まあでも結局そのパターンで、これ他の方もパターンが絶対似ちゃうので、同じような人にはまらないためにも同じパターンになったなと思ったらすぐ、あこのルールやめようって自分の中で、要は自分が変わらないと相手変わらないので、
で、クリちゃんさんの運気でいうと2023年の年末だから、来年の末2024年に結婚が出てますので、この子真面目でちょっと変わってますけど、ちゃんと真面目なところちゃんと持ってるので、あ、よかったよかった、そこは評価されるので、ただ好きですって来たらひねくれるのよ、天の邪気持って恥ずかしがるので、そこだけ恥ずかしがらないように。じゃあもう好きですって来たらうんって言えばいいってことですね。明るく楽しく私もっつって、真面目なところをもうちょっと明るくリアクションしていくとより好かれますので、頑張ってひねくれないように、39歳までの恋愛スコブール割と確かに出てる、15歳から39歳の恋愛この子よくないね、一番大切なぐらいの時やのに40から40からよくない、おじゃもう来たら、私も好きです。だから失敗が悪かったんじゃなくて、あ、そうか、嫌な人引っかかってきた経験を生かしてちゃんとした人捕まえようと思ってプラスに努力してください、ちゃんとデータとして抱えていった方がいいってことですね。ちゃんと、ね、学習してください。はい、じゃあ続きまして、千葉県は30代前半女性、夏民と、最近アプリで出会った3歳下の男性が気になっております。初めて会った日、初対面とは思えないくらい恋愛、仕事、家族の話などで盛り上がりました。そしてかなり優しい人なのか伝わりました。2回目も会う約束をしていますが、相手が完全なる受け身で、みんなすぐに人を好きになりすぎと言っていたくらい好きになるまでに時間がかかるタイプです。そんな彼にはどういったアプローチ方法が刺さり好意を抱いてくれますでしょうか。4回目くらいのデートで告白したいと思っています。すごい、女性側からこれは幸せなんじゃないですか。で女性がでもこのナスミントさん、もう占ってますけど、この彼めちゃくちゃいい人よ。いいじゃんって言ってきますよ。めちゃくちゃいい人は時間かかるからね、なんで人を信用するまで時間かかるのと、本当に大丈夫か自分でってすごく見るんで、この人待って1年と2年かけていかないと。なるほど、なかなかの、でもいい人。ただこの夏ミントさんが多分その前に飽きちゃうと思う、ありありあり。